こんばんは。いつも配信楽しく見させていただいてます。今回は自分で解決できずのりゆきさんとのりラジリスナーの方々の知恵をお借りしたいと思いメールさせていただきました。私は月に数回夜寝る前、自分が痛い思いや怖い体験を想像して1時間ほど眠れなくなる時があります。例えば小さいことだと、これからの人生で手で包丁を誤って切ってしまう想像や、大きいことだと事故に遭うことや震災に巻き込まれることなどです。ネットで何度も怖い想像、寝れないなどで検索したり、ヤフー知恵袋の力を借りましたが、返事は私も幽霊を想像して怖いですとか求める返事がなかなか来ません。脅迫症性障害というページに飛ばされたこともありましたが、少し違う気もします。精神科も考えましたが、私がただ心配性なだけかもしれないですし、精神科へ通うほどの生活の支障は今のところ寝不足くらいなので受診しておりません。ですが、想像して怖くなるプラス、これは何かの精神疾患なのかと悩みが一つ増えてしまいました。これまでたくさんのリスナーさんを見てきたのりゆきさんと、知識豊富なリスナーさんの力を貸していただき、これが何なのか解決に近づけたらなと思います。よろしくお願いします。わかるか、これが病院の先生じゃないんだよ。まずわかるわけないでしょ。それはあなたの脳の問題だからね。さすがにこれは何なのかって言われたら困るよ。どうしたらいいと思いますかならわかるけど、何ですかって言われたら、そのために病院があるんで、病院は気軽に行かないと病気見つかんないですよ。今大丈夫だからとか、今は別に病院行くほどでもないからみたいな感じで行かないでいると、マジで手遅れになったりすることもあるので、病院は気軽に行っていいんじゃないですか。そのために病院に先生がいて、ちゃんと対価としてお金払うわけですから、なんか気になるんだったら病院行った方がいいと思う。俺も脅迫性障害かなと思ったんだけどね。なんか時間があるとネガティブなことすごい考えちゃうんでしょ。自分の命が脅かされるようなことを想像してしまうってことだよね。特に寝る前とか暗い中で自分一人きりになると、マイナスなことをすごく考えてしまうっていう。まあそのためのお薬ありますしね、その精神というか不安を取り除くための、まあ落ち着かせるためのお薬があるんで、月に数回って言ってるけど。で、まあ睡眠障害って多々あるじゃん、まあ、こればっかりじゃなくて、まあ、ちゃんと寝れない人、起きちゃう人とかいろいろいると思いますけど、まあ本当は病院に行って先生に見てもらって、ちゃんと原因を調べてもらうことがいいことだと思いますけど、寝れないよっていう人に一つアドバイスすると、体を使った方がいいです。例えば、岐阜から埼玉まで軽自動車でデブが運転して帰ってきたら寝れるに決まってるじゃん。なんで？疲れてるからだよ。本当に睡眠障害の人ってそれでも寝れないんですよ。でも疲れたら寝れる人ってまだマシなんですよ。体が疲れてる、疲労感があるってなったら、体がちゃんと電源オフにして寝てくれるわけですから、そう、まずそれをチェックした方がいいと思う。本当に睡眠障害の人ってどんなに疲れても、どんなにも寝てなくても寝れないんですよ。だから大体の人って多分体使ってなくて寝れないとか、ね、その眠くなくて寝れないとか、決められた時間に眠れないみたいな人たち多いと思いますけど、変に昼寝を取らない、夜寝て朝起きる生活だったら昼寝をしない、そう、朝起きてから夜寝るまでしっかりと体を動かして生活する。で、昼寝挟んだりすると体のバランスが崩れて夜眠れなくなったりするじゃん。だから体を使うこと、睡眠時間を安定させることが大事だと思います。それでも、全然変化なくて、やっぱり変なこと考えちゃって眠れないんだよねっていうんだったら、まあ、病院に行かれるのがいいことだと思いますし、病院に行くことは恥ではありませんので、いつ行くとかはないので、行くときが行くときなんで行ってください。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you です。